こんばんは。いや、前回めちゃめちゃ悔しかったな。いや、今日はマジで勝つ。OK。相変わらず運がいいぜ。1の2で赤羽が来る。さあ、青コーラをよこせ。最後か。いや、マジで楽だな。で、落ちないよ。ここだけ気をつけよう。オッケーオッケー。いいよ。コネネチ。さあ、敵が乗る前に排除する。さあ、駆除。さあ、駆除。助けて。それはやべ、来んな。よっしゃ。ここで1個いなす。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。これは無限に来る感じか。怖え。いや、大丈夫だ。俺ならいける。操作ミスしたら、やばいからね。慎重に、操縦しようか。高速道路を、クリープ現象で進んでいくような、そのレベルの慎重さでいく、俺は。あぶね、危うく罠に引っかかるところだったぜ。
最後か。で、サボテンマンだよね。覚えてるよ。難なくサボテンマンも攻略いたしました。皆さんゴッドボタンよろしくお願いします。ちょっと待ってね。いっぱいなんか虫みたいにいっぱいいてさ、キモいな。表に来てる時に出ようか。これでちょっと待てよ。これ多分あれだな。魚が下から入ってくるやつか。でもここでデカマリオ持ってないから、できればノーアイテムでいきたい。でも、一発ダメージ食らったら、まあ、後がないから、一回ダメージ食らったらデカマリオになってワンパンする。そういう完璧な作戦でいきます。よし、来た。こうなってしまえばもう怖いものはない。遠距離から破壊する。みんなもちょっと安心でしょ。俺も安心。しかもストックできた。完璧。バレるか。ヒホー。いや、そんな高いところから卑怯だね。この位置も難なく突破できました。皆さんゴッドボタンよろしくお願いします。
さあ、今日もこの時間がやってきたぜ。いや、前回めちゃめちゃ惜しかったよね。前回確か5の4ぐらいまでいったよね。いや、この感じだったらもういけると思う。きた。できれば青コーラで頼む。行こう。今日はついているぞ。まさかのデカコーラはこんなに盛りだくさん。素晴らしい。このステージクリアするのに多分10秒もかかってないと思う。皆さんゴッドボタンで応援してくださいね。さあ、道の5。またもや羽ブロック。いいんすか、もらっちゃって。よいよー、ボイン、ボヨヨ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 。伊藤さん、300日ありがとうございます。免許持ってるって言ってましたが、普段運転するんですか？はい、します。マジでなめてるさん、こんにちは、ありがとうございます。いいね。いや、ファイエがマジで強い。で、ここ止まる。で、止まる。また君か。しょうがない。こっちから行こうか。ちょっと邪魔だな、お前。はあ？おい、どいてくれ。登れねえんだよな、そこいられると。時間もないんだよね。どうしようか。相手が右に行った瞬間に登る。でもそんな、ちょっと待てよ。ジャンプして壁キック。なるほど。難なく突破いたしました。
やはり成長しているようだ。皆さんゴッドボタンよろしくお願いいたします。まあ何が欲しいかみんなもわかると思うけど、まあ、みんなが今想像してるアイテム当てます。そう、これが欲しかった。さあ、いきますか。何？ちょっとおい、ファルコンさん300日ありがとうございます。嵐ブロックできん。じゃあ、あなたがやってください。よろしくお願いします。間に合うよ。で、これもいきなり使う。まあいいでしょう。いいよー！あと一発。うお！確かに金庫いないだけでだいぶ楽。しょ、確か。ここで待ち伏せして。300日ありがとうございます。彼女いますか？いいえ。年日ニャフ彼女の作り方を教えてほしいです。脈がありそうな人にアタックしてください。ありがとうございます。もう使うか、これ。いや、もう使った方がいいな、もう使う。おりゃ！
これ持っていこう。ダメージ食らったら取ろう。一発食らおうか。で、取る。完璧。賢くクレバーに無敵時間を利用していこうか。行こう。よし、ここは立っとけば死ぬことはない。それはきめえぞ。5のテレサハウスも難なく突破いたしました。1の1行きました。ケオさん、ありがとうございます。じゃあ、今から1の1でアイテム回収するのがありかなしか。ちょっと10秒だけ数えるね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。マニマルさん、300日は逃げないでください。わかりました。いいえが 56%。つまり僕はこの状態で、ここに入らないといけないと。いいでしょう。巨人さん320円、進み続けろ。わかりました。ちょっとよ、一旦整理しよう。まず強制スクロールでキノコがビヨンビヨンって伸び縮みする。しかも、オノマンもいる。これはどうやって打開するか。まず、ハテナボックスに入ってるキノコを取る。で、被弾覚悟でまずオノマンを出す。まずここまで見えた。お前からアイテムもらうぞ。
あぶねキノコサンキュー。一旦全地帯でね。7割っぱの夢男さん。500円ありがとうございます。お疲れ様です。次回も楽しみにしてます。で、終わらないって。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って。ちょっと待って。さあ、やっていきましょうか。負けたら、死んだら即終了。マリオブラザーズ。こいつが、亀を投げてくる前にさっさと移動する。おらよ！いただくぜ、その、クラウド。危なないか。勝ったな、これ。ルルルルンルンルンルルン。ちなみに、青コーラって無敵だから、これ勝ちますよ。いや、これありでしょ。これありありあり。これ強い。これ行くとき、もう大丈夫でしょ。急にな。キモ。慎重にな。
よし。で、亀マリオインデカキノコ最強。あ？ここだ？ん？こんなステージだったっけ？もっと先かと思ってた。3の2か。今気づいたんだけど、青コーラさ、ヒップドロップした後の動き出しが早い。これ強いな。ほら、早いでしょ。待て。早いな、動き出しが。これ強いぞ。おねねち、こんばんは。そう、ついにこの時間がやってまいりました。死んだら即終了、マリオブラザーズ。そうだね、今日で10日目か。で、明日からね、パソコン修理に出すから、明日から1週間から10日ぐらいは配信できなくなります。なので今日で決めたい、できれば。なんで修理？あの、ツイッター見たらわかる。なんかパソコンからね、変な音がする。で、ここも挟まらないように気をつけようか。